マグ解禁編で今日はお届けしていきます。今からちょっとエボの最終進化を終えます。いやー素晴らしいよ、ほんまに。守備カンスト、スタミナ97、加速94、スプリン速度98。まあ、守備ビンゴ。で、パスカットが最終進化でプラスがバーンってついたんで、全然もう多分、それまでとは変わってきてると思うんだよ。早くダイナミックイメージついてほしいねんな。まあ、でも、ほぼほぼ間違いないと思うんですけどね。あれ、なぜお前、あれちょっと待って。あれお前、バグはやおい、バグったって。あ、よかった、進化した。よしよし。で、ちょっともう一人ね、ルイス・エルナンデス、通称、メキシコの風。なんで風と呼んでいるかというと、その足が速いからです。僕は勝手にそう呼んでいるだけです。エアリアル、パワーシュート、迅速。まあ、瞬速とか、あとテクニカルがないのが、怖いのと、ちょっとドリブルが、ちょっと怖い感もあるかな。まあ、とりあえず使ってみましょう。ヒュルクルクが右、風真ん中、ね、マグここね。お、シュチェスニー珍しい。おー。ちょっと待って、マグのジョッキーがめっちゃ速い。マグのジョッキー、ちょっと待って、マグのジョッキーやばい。おい、おい。いいよ。風？うん、どうした？おー！マグ？マグワイヤー！オッケー。おい。風！はい、オッケー。ラッキー。来た、ナイス。はい。はい。いいよ。はい。オッケー。マグワイ、はい。強ー。ちょ、マグ、落ち着け。マグ落ち着け。そう、マグ。マグ！マグ！これ、行かれんのやばいな、メッシな。なかなか打ち切れんな。お、クマーンや。お、早っ！もうやったん？ほらー！はいー！来た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 、ダーン、素晴らしい。あ、高精度ない。さあ来たよ、マグチャンス到来。あいつどこや。あいつピッチ、あいつおらんやないかい。おい、あいつどこにいんねん、マグ。仕事やで、マグ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 、間に合わへんかった。うわー、やってまた。おい、取れるやろそれ。よーし。うん。うん。マークスマンにします。まあ、これでドリブルを上げると。やっぱでも、高精度が欲しいな。エアリアルマージ使わんな。お、チェルキエボ。わお。ほんで、みんな見ててマグどう？マグどう？マグちゃん。で、今のはマグのせいなんかってとこやんな。テイクがよくわからんとこ行ったんが悪いからな。だよ。洗うほど。アウトサイドシュート！決めるんかい。いや、マグ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 ！離れすぎ離れすぎ！そうか、ユナイテッドやからあかんってこと。ほい、いいねー。ほら、わーん？マグ頑張るな、ほんま、この試合は。ちょっと、だいぶ怪しいよ、マグ。マグ大丈夫やんね。やべ。マグ！おほ！ナイス！
ナイス。あぶね、マークナイス。ほら、うん。ダーン、オッケー。マーク、マーク、あぶね、マーク。なんか週1ぐらいでオレンジレンジ話してる。オレンジレンジ一番好きやからね、ほんまに。オブデー！あ。おい。おい。おい。か、メキシカ。メキシカンウィーズ！やったなにこれ？意味わからん。意味わかりまへん。おいあららららマグちゃん飛ばないとこれはやばい流れマジでマグ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 何をやってるんだこいつは何をやっているんだ！え、ちょ、マグ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 そら取るよ。いいよ。いいよ。風！はい。やっぱ右やな。よし。ミッション完了。まあ、そうやな。思ってたよりは頼りなかった。なんか、おっきい体がちっちゃく見えるな、その、現象がちょっと、まあ、リアクションとかのせいなんですかね。ボヌチの方がめっちゃ機敏。やっぱあとプレイスタイルプラス2つがもったいない。まあバスカットが光ってんなっていうところは多かったけど。まあドラグシンが、の方が、っていう感じかな。ファンダイクの下ぐらいに列的には入ってきてほしかったけど、まあその下のドラグシンのもうちょい下みたいな感じですかね。まあでも十分楽しめる範疇のカードではあると思いますけど。ただなんかちょっと動きの綺麗はやっぱビセックとか、あとはアラーフォーも使ったけど、このあたりあとファンダイクとかに比べるとちょっと落ちる感がありますね。なんでやろね。何の数値なんでしょうね。バランスかな。なんなんかな。累戦なんです。6試合7頃3失と。まあぼちぼち頑張ってましたね。なんか思ってたよりジャンプ力あって面白かったけど、まあエアリアルプラスがっつり発動して180センチ90センチのディフェンダーの上行って勝ちましたみたいなところは別になかったんで、まあ実質やっぱこの2つと考えた方がいいかな。まあマークスマンの方が良かったと思いますね。勝ったらプラス1。メキシコ4点取ったら何つくやろね。高精度ついたら化けるけど、まあトラッパーでもいいけど、まあでも高精度ついてほしいな。